芝将ら孫悟正統の軍は建業で御帝孫休を討った。蜀が降伏し呉が滅び、ここについに帝律の世は終結。天下に残るは義のみとなった。しかし国の形が崩れてなお折れぬ闘志があった。蜀の大将軍姜維は先の敗戦の後南へと逃走する。そこで彼と同じく折れぬ志を持った将兵たちを急合。さらには南中の異民族と連合すると成都へ向けて軍を進めた。目指すは成都の奪還、そして捕らわれた蜀帝龍禅の解放。諸葛亮らから受け継いだ大志に突き動かされひた走る脅威。その鋭く激しい闘志が義軍が投入する成都の城へと迫り来る。今芝氏、加工派、文王の治癒が不屈の軍を迎え撃つ。燃え上がれ闘志よ、文事件いざ参る。ここまで来て報告いたします。芝将殿、建業攻略を成し仰せたとのことです。うん、よし。天下はすぐそこってやつですね。いやいやいや、やっぱり芝氏殿はすごい。どうなってる？何が起こった？蜀の残党が城内に侵入、混乱が広がっております。必死の抵抗か。望みなき道でその場をしのぐとは。それでも立ち塞がるならば戦うまで。あと少しで届くのだ我が天命に。邪魔などさせん。皆行くぞ。やすやすと侵入を許した誰か手引きした者がいるの。周囲を捜索し見つけ出せ。やった。やった。さえなら夢を見ようとするな。無駄に乱を起こせたら目を覚まさせるのみ。敵がどんどん入り込んできやがる。誰か止めてくれ。蜀のため命を落とした者たちがいる。貴様らの天下などにしてたまるか。さて次は城内にいるやつ。
上昇の志を入れさせてなるものか。いざ参る。行くぞ。僕の魂はまだ燃えている。いざ参る。気迫で勝利。お見事、見せつけてくれますな。この強迫薬、立ち塞がる敵は全て倒す。見せつけてくれますな。
この首もらい受ける。いざ。て目を覚まさせてやれ。敵将討ち取ったり。聖都城を落とすのは私の役目。ハズ参る。この地は私が制圧した。私
敵将討ち取ったり。やっ、この地は私が制圧した。先人たちに託された意志がある。守らねば、貫かねば。いざ参る。次こそ必ず龍禅様を助け出してみせる。立ち塞がる者は全て退けよう。この手が我が天命に届くその日まで敵将討ち取ったり。